Raiders 15. Shatter all expectations. Coming 2021. はい、KO15 ついに初公開となりました。初公開ということで、アップシーン多めの派手な、トレーラーとなっていましたけれども、本作についてどういった方向性なのか教えてください。はい、本作ではですね、シリーズの特徴であるスピーディーな展開がそのままに、対戦時により熱い展開になる要素を追加しております。またね、ビジュアルやサウンドについても前作ではちょっとできなかったようなことができるようになりましたので、15ではそういった点を一つ一つ改善して実装しています。はい、では現在の開発状況はどういった感じでしょう。はい、これから各要素のブラッシュアップとプラットフォーム向けの最適化のフェーズに入っていきます。まあ、まだまだ問題が出るとは思いますが、2021年発売に向けておおむね順調に進んでおります。はい、今後の予定はどういった感じでしょう。はい、先ほどのトレーラーにもありましたが、早速来週に次のトレーラーを公開予定です。そしてその後もどんどん情報を公開していきますので、ぜひご期待ください。その他何か情報ありますでしょうか。はい、実は現在ですね、KOF15 のスペシャルショートムービーを企画しています。監督には画廊伝説や様々な作品でおなじみの最強アニメーター大張雅美さんをお迎えしております。テーマソングに合わせて KOF キャラクターが活躍する素晴らしいものになると思いますので、ぜひご期待ください。最後にファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、皆様のご期待に添えれるような、素晴らしい作品に仕上げたいと思ってますので、よろしくお願いします。はい、KOF15 以外にも KOF タイトルの、新情報がありますので、こちらをご覧ください。怪我する前に逃げてくれよ。行きます。All expectations coming 2021.